さん、こんにちは。大川祐介です。はい、今日はですね、 DJI さんから新しいドローンが発表されました。その名も DJI Mavic 3 Classic です。はい、まあ、DJI さんといえばね、まあ、Mavic 2 Pro とか Zoom 時代から僕ずっと使っていて、まあ、Phantom 3からですね、そっから、まあ、いろんなね、まあ、経緯を得て、今 Mavic 3、Mavic 3 シネ。痛い。ほら、挨拶してみんなに。挨拶して。2 hours later. まあそんな感じで Mavic 3 シネとか、まあいろんなねラインナップがあるんですけれども、今回は Mavic 4ではなくて Mavic 3 Classic というね、ちょっと新しいその、まあ、ラインナップというか、まあ、いわゆるこれ Mavic 2 Pro のアップデートかな、中間みたいな形なんですけれども、今回はねこちら実際に飛ばしてきたので、あのスペックとあとはどういった方におすすめしたいかっていうのをお伝えできたらなと思っております。それではいきましょう。わーお、じゃん。はい、こちらが Mavic 3 Classic なんですけれども、まあね、 Mavic 3持ってる方はわかると思うんですが、基本的にそのハードウェアのこの差は全くない状態ですね。でこちら後ろにじゃん、もちろんあります。もちろんじゃん。はい、まあ持ってないわけないんですけれども、こちらがクラシックですね。これあの3、僕シネもあるんですけれども、一応3がこちらにありまして、3と比べてもこの外観のデザインって全く違いがないんですね。まあこっちには Mavic 3 Classic っていうのが書いてあるのと、こっち側は Mavic 3って書いてる感じですね。なのでほぼ変わっていません。で一方でこちら Mavic 2 Pro もう超懐かしいですね。これね、これ一回墜落させて修理したんで、こちらシール貼ってあるんですけれども、まあ、ずっとね使ってきたこの Mavic 2 Pro も手元にあります。で基本的にデザインの差はないっていうことで、じゃあ何が違うのかっていうのをお伝えしようと思うんですけれども、まあ、大きく2つあるかなと思っています。大きく2つ、1つはやっぱコストパフォーマンスがいいってことですね。 Mavic 3に比べると、Mavic 2 Pro に比べると圧倒的にスペックが上がっているので、まあ、こちらにあの買い替えていただきたいというのは僕がお伝えしたいんですけども、基本的にコスパがいいっていうのと、あと Mavic 3は7倍ズームがあるんですね。でこれが Mavic 3 Classic だとない形になります。まあ、それも踏まえた上でスペックと見ていけたらなと思っております。はい、こちらが一応スペックになるんですけれども、まあ、今回はシンプルに Mavic 3 Classic だけではなく、まあ、Mavic 2 Pro の比較っていう形でスペックを見ていこうかなと思っております。で価格を見ていただけたら分かるんですけれども、 Mavic 3 Classic っていうのはあの DJI の RC 付き、こういったコントローラー付きで、税込み252,670円になっています。一方で Mavic 2 Pro っていうのは当時、まあ、18万とか19万円ぐらいだったので、まあ、価格が、まあ、ちょっとね高いぐらいになっています。ただ Mavic 2 Pro とか2 Zoom を持ってドローン新しいの買おうかなと思ってたけど、 Mavic 3 とかシネ高すぎっていう方はこの3 Classic がいいのかなと思ってるので、まあ、ラインナップとしてはそういった枠組みという、まあ、認識をしていただけたらと思っております。で2 Pro と比べると圧倒的、3分の4インチセンサーが搭載されています。でセンサーサイズっていうのは映像でいう心臓部分なので、まあ、センサーサイズが多ければ多いほど取り込む光とか、あのとにかく映像がすごく綺麗になるということですね。で一方で2 Pro っていうのは1インチセンサーなので、まあ、センサーサイズが圧倒的に違います。はい、で次にですね、 5.1K の 50fps スローモーション撮影ができます。で2 Pro って1インチセンサーでものすごく綺麗なんですね。僕の過去の映像っていうのは基本的に2 Pro で飛ばしてるんだけれども、やっぱりあの 4K の 30fps しか撮れないからスローモーション表現ができないんですね。でドローンってそんなにスローモーション使うことないんだけど、やっぱりあるかないかだったらやっぱりね
あった方が車取ったりとか滝取ったりとか、まあ、スローにしたいシーンって間違いなくあるんですね。なのでスローモーション取れるっていうのはものすごく重要なポイントになります。はい。で次に飛行時間が、マビックス3クラシックは46分の飛行時間、一方で2プロは31分なので、まあ、この時点で大幅に飛行時間が変わっています。はい。で障害物検知に関しては両方とも同じになっています。で伝送距離、本来マビックス3クラシックとかマビックス3とかって15キロいけるんだけど、やっぱ日本っていうのはまあ特別な、まあ、なんて言うんだろうな、規制がありましてですね、まあ、8km しか使えないので、まあ、そういった観点では伝送距離は変わりはありません。で、なんといっても価格ですね。で、Mavic 3とこのクラシックの違いで言うと、まあ、価格と、あとは3っていうのはズーム機能があるんですね。で、これすごいズームできるから、まあ、ドローンを飛ばすだけではなくて、何かロケーションのまあ、選定をしたりとか、こういうところで撮りたいっていうためにズームしたりとか、ちょっと遊び半分でズームして撮ったりとか、やっぱりすごく面白い機能なんですけれども、それが Mavic 3クラシックではないという形になっています。でこのハードウェアの形とかはほぼほぼ同じなので、 Mavic 3を買うけどズーム機能いらないなっていう方は、Mavic 3クラシックを手に取るのが一番お財布にも優しくて、まあ、最低限の、まあ、素晴らしい機能、センサーサイズとかスローモーションとかが使えるっていう意味では、Mavic 3クラシックはかなりいいね、選択肢になるんじゃないかなと思っております。で、今回ね、Mavic 3クラシック、これ飛ばしてきたんですけれども、Mavic 3とか、Mavic 3シネと、まあ、色味とかね、映像の綺麗さとかは全く変わりません。なので、まあ、安定にね、飛ばせて、であとはフライト時間も長いし、まあ、Mavic 3シネに関しては 1TB の内蔵があるんで、僕珍しくマイクロ SD 持ってくの忘れました、撮影現場に。なのでなんとかね、うまく入れて、まあ入れなくても 7GB ぐらいはね、内蔵で録画することができるんですけれども、まあそういったハプニングも、まあ、あった感じですね。まあそのぐらいちょっと内蔵っていうのは嬉しいので、まあ本当に映像制作を本格的にやりたいとか、まあ、プロレス収録したいっていう方は Mavic 3シネを選ぶのが良いのかなと思ってます。まあ、ただ Mavic2 Pro とか Mavic 2 Zoom 持ってるけど新しいドローン買い替えてなかったっていう方は3クラシックがおすすめだなと思っております。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、実際に撮影した素材も交えながら、かつね、今回 TikTok とか短尺の動画とかもね、チャレンジしていますので、もしよければ僕の Instagram とか、まあ、あとは TikTok とね、見ていただけたらと思っております。はい、そんな感じでね、今回はこちら DJI から新しく発表された Mavic 3クラシックのご説明でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。それでは皆さん、バイチャ。